Welcome to TGK Light Up TV! ということでね、始まりました TGK Light Up TV ですけれども、今回から超一大企画ということで、新たなプロジェクトを立ち上げました。で、今回はその第一歩目となる記念すべき日に、すごい高校に来てます。で、今待機中なので、すごい高校のすごい駐車場にいます。はい、普通の駐車場です。はい、ということで一大プロジェクトっていうことなんですけど、その名も女子サッカーをゴールキーパーから盛り上げるプロジェクト。まあとにかく女子サッカーをもっともっと盛り上げていきたいと。で、ゴールキーパーももっともっと盛り上げていきたいっていうことで、 TGK が一肌脱ごうじゃないかということで、今後ですね、まあ高校だったりとか大学、あとはまあクラブチームとかもかな、一応高校の女子サッカーを中心にチーム紹介だったりとか、ゴールキーパーのトレーニングをちょっと取材しに行って、ゴールキーパーをメインに動画を撮影していこうかなと思ってます。あの女子の高校のサッカー選手権とかだと、チームに密着の映像とかドキュメンタリー映像とかすごくよく流れると思うんですけど、ゴールキーパーに密着してるのってなかなかないと思うんですよ。なんでもう私はゴールキーパーなので、ゴールキーパーからどん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 女子サッカーの情報を配信していければなと思います。で、今回ですね、お邪魔してる高校はもう福岡県内でももうトップクラスの高校なので、ちょっと取材できるの楽しみにしてますので、一大プロジェクト第1弾目ということで、皆さん楽しみにご覧ください。どうぞ。はい、今回お伺いしているのは、実はですね、福岡県内でも強豪の東海大福岡高校女子サッカー部ですね。県内の大会でも数々のね優勝経験をお持ちで、創部ね2014年ということで、そんなに歴史的には長いチームではないんですが、非常にね最近活躍しているチームで、全国大会選手権とかでもねすごくいい成績を残しているチームです。で、見てもらったら分かる通りに、芝生のグラウンドでトレーニングをしていました。で、ゴールキーパーのコーチは普段いるそうなんですが、今回不在だったので、私 TGK がですね1時間半みっちりトレーニングをさせていただきましたので、その模様とともにですね、お話を聞いていきたいなと思います。
OK、 いいよ、守れてるよ、隅まで。はい、ラスト、はい、足運ぶ。 OK、 サンキュー。はい、はい、はい、早く飛ぶ。わー、行こう、行こう、1、2で飛んで、クロス踏んで飛ぶ、飛ぶ、そうそう、触れる、触れる、トレーニング終わりまして、今監督の山本監督とあとキーパー陣に集まってもらいました。ここら辺にオーディエンスが今います。で、まずはキーパーの人たちに来てもらってるんで、女子でキーパーって結構やる人少ないと思うんで、始めたきっかけとかをちょっと聞きたいんですけど、教えてもらっていいですか。誰からでもいいよ。さっき打ち合わせしたよ。サッカーを始めたきっかけは小学校。じゃあ自分言っていいですか。どうぞ。自分がキーパーを始めたきっかけは2011年の女子ワールドカップにおいて、カイホリ選手が PK を何本も止めて、それを見てかっこいいと思ったからです。すごい真面目ね、みんなピシって感じだね、素晴らしい。自分は中学1年生の冬休みにふと思って始めました。ふと思って始めました。で、今日いいと思います。今日私と初めて多分練習をしたと思うんですけど、練習の感想とか聞いてもいいですか。はい、はい、初めて知ることがめっちゃ多くてすごくためになってたし、これからそれを実践していこうかなって思いました。それはできることが増えました。できることが増えた、良かったと思います。それは監督どうすか、トレーニングちょいちょい多分見てたと思いますけど。いや、なんか生き生きといつもより楽しそうにやってたのがすごい印象です。楽しかった、はい、あ、楽しいのが一番いいですね。じゃあちょっとせっかくなんで、あの東海のサッカー部のいいところとか魅力とかをちょっと語ってほしいなって思うんですけど、どうですか。サッカーではサイドハーフとかサイドバックの運動量がめちゃくちゃ豊富で、うん、サイドからの攻撃からの得点とか、うん、セットプレーからの得点が多いところが特徴だと思います。うん、他あります。学校生活でもいいですよ。学年問わず仲がいいと。ああ、なるほどなるほど、学年問わず仲がいい。東海の山本監督の嫁探し手伝ってください。嫁なんだね。旦那さんね。旦那さん。ここに連絡してもらえればいいんですけど。はい、大丈夫。山本監督は何かありますか、魅力というか。魅力、まあ、いろんな県から選手が集まってるんで、まあ、いろいろ学年問わずコミュニケーションを取って楽しそうにやってるなっていうのは一緒にやりますけど。山本監督はどんな監督なんですか。いや、食べ過ぎじゃない。今急に振ったからね。朝の機嫌が悪い。朝の機嫌が悪い。それはちょっと辛いね、朝の機嫌悪いね。サッカーの時はちょっと怖いけど、うん、日頃めっちゃ優しい。優しい、厳しい。練習の時には厳しく、普段は優しく、そういう監督。はい、ということで、一応ね、今回は第1弾ということでここに来させてもらったんですけど、第2弾も準備しておりますので、ぜひ、女子サッカーとか興味ある人はぜひチャンネル登録といいねー。